十勝幕別温泉グランビリオホテル幕別温泉は、北海道中川郡幕別町与田にある温泉。十勝平野の幕別調札内地区を見下ろす、丘陵地に、十勝幕別温泉、グランビリオホテルと、幕別温泉パークホテル、夕ゆ,ゆか2軒の宿泊施設がある。十勝幕別温泉グランビリオホテルは以前、札幌市の不動産会社である北海道振興が運営する。 幕別温泉ホテル緑館と称しており、さらに以前は国民宿舎幕別温泉ホテルであった。国民宿舎時代の2階建ての建物から民間に払い下げられてからは地上12階の高層ホテルに生まれ変わり、現在は最上階が宿泊者専用の展望風呂となっている。そして1階に新設された大浴場、花の湯には温ル風岩盤浴が併設されている。 なお、ホテル緑館を運営していた北海道振興は2003年に倒産したため、その後はビジネスホテルを主力とするルートインジャパンに買収され、十勝幕別温泉グランビリオホテルに名称変更している。また、このホテルのある丘の上には他に町の歴史の展示と酒の生育を行う幕別町ふるさと館公園の中に俳句を刻んだ岩が点在する。 十勝俳句村、焼肉ガーデンなどの施設がある。ありがとうございます。